人生のエラーも後のニューエラーとなる、うん、というフレーズから入って、ここでちょっと僕はもうハートつかまれてしまいまして、はい、進化というのは実はエラーから起こっているんじゃないか、うん、いや吐いた唾も脳の上に失敗からファッション、うん、これどういった意味だったんですか。そうですね、自分の吐いたこと、自分が失敗してきたことが全て自分のキャップになったり、自分の自分を着飾ってる姿になるっていうところから、失敗が全て自分のプラス要素になっている、和というところのファッションになってるよって意味です。因果応報というような感じですね。いいですか、はい、で、生きてることがアートと気づかすのは44、うん、まさに生きてることって僕アートだと思ってたんで、うん、言ってほしいこと言ってもらったんですが、44が分かんなかったんですけど、はい、こちら客演で一緒に和っていう曲に入ってくれてるテパルーチ君っていう人の曲にあるんですけど、はい、44っていうのが、はい、まあ、そちらで人生のアートっていうところで自分も共通して思ったんでサンプリングさせていただいたって感じです。あ、じゃあそれは敬意を表してという、そうですね、言葉をいただいたということですね、はい、で今は20歳、お金はなしだけど幸、これハッピネスですね、うん、変わりなし、これ何かこう物やお金の世界から超えた何かを感じたんですが、それはどうですか。まあ最終的に人生なんでね、はい、まあ、お金っていうのも世の中にある形の一つなんですけど、はい、それ以上に、まあ、やっぱ人間として人生っていうところで見たら、まあ自分は幸せやなっていうところでそういう表現になってますね、はい、でパッと見、うん、マイナスパッと和、うんうん、ハーモニーの和ですね、今の1が過去の1と交差、これイコールと書いて、はい、和と、まあ、自分が曲作っていく中で分かりにくい表現とかもあると思うんですけど、はい、その上で自分のその聴いてくれた人の人生と照らし合わせて、なんかちょっとでも背もたれに使ってくれたらなと思います。応援よろしくお願いします、はい。